シルバート・キース・チェスタト,トーンは、イギリスの作家、批評家、詩人、随筆家。ロンドン・ケンジントンに生まれ、セント・ポール校、スレード美術学校に学ぶ。推理作家としても有名で、カトリック教会に属するブラウン神父が遭遇した事件を解明するシリーズが、探偵小説の古典として知られている。ディテクションクラブ初代会長。1874年。 ロンドン西部県人ントンの不動産業、土地測量業の家に生まれる。1887年にセントポール校に入学すると1年下の EC ベントリーと出会い、生涯の親友となる。当初は中を志し、1891年にスレード美術学校に入るが挫折し、文学を志すようになる。ロンドンでは、分断付き合い、パブに入り浸る生活を続ける。1900年、 タワムレル、白髪、野生の騎士の2冊の詩集で分断にデビューを飾る。フランセス・ブロックという少女と恋に落ち、1901年に結婚。彼女の影響と、名優のヒレア・ベロックがカトリック教徒であったことから、アングル・カトリックに惹かれていくようになる。1904年には、マクミラン社の英国文人奏書の一冊として、教伝、ロバート・ブラウニングを出版。 批評形から高い評価を得る。また、同年に、ノッティングヒルのナポレオン、新ナポレオン機間を出版している。弟セシルが、無線通信会社マルコーニ社の汚職事件に絡んで、告訴され、裁判に敗れる。弟が第一次世界大戦に出征すると、言論し、新証言の編集と経営を引き継ぎ、後に氏名を、中間。 GK として修正その重責を担うことになる。1909年、バッキンガムシャーのベコンズフィールドに移住、静かな田園生活を送ることとなる。1922年、ブラウン神父のモデルとなったジョン・オコンナー神父の手により、カトリックに改修 H.G. ウェルズとの間で、ウェルズのベストセラーである、世界文化主体系をめぐり論争を行う。これが、後の、 人間と永遠の出版に結びつく。1936年に死去し、その葬儀はウェストミンスター大聖堂で行われた。王は戦争勃発に際しては反イギリス側の論客として頭角を表し、自由主義派の有力な論客としてイギリスの政治、社会を球団批判している。1922年にイングランド国教会からカトリックに改修。改修後は、 キリスト教的歴史観から、批評活動を行う。後期ビクトリア朝時代の物質主義、機械万能主義から来る、自己満足に対し鋭い批判を加えた。得意の傾向と逆説を駆使したその文芸批評、文明批評は鋭利で、資本主義、社会主義双方を反撃し、配分主義を提唱した。江戸川乱歩は、チェスタトンのトリック相案率は、探偵小説随一としている。 エッセイや評論にも名品があり、1906年に表したディケンズの評伝、チャールズ・ディッケンズ・エイ・クリティカル・スタディは、T.S. エリオットなどによってこの分野の最高のものとみなされた。並外れて大きな体育でも知られ、ジョン・ディクスンカーの創造した探偵にイデオン・フェルのモデルとも言われる。当時の知識層の例に漏れず、キリスト教徒としての視点や、 植民地主義に立脚した黒人やインディアン、インディを東洋人など多民族への偏見、別紙が色濃いことも特徴である。ないは、主な放題リストオブブックスバイ GK チェスタートンも参照結婚式の当日、遅刻しそうになって急いでいたが、一旦休息したところ馴染みの銃砲店の主人から、以前頼んだ領銃が手に入ったと言われた。チェスタートンは銃を購入して喜び、 銃を携えたまま結婚式に向かい、列席者たちから神父を殺害するのかと勘違いされてしまった。ありがとうございます。